でね。あ、どうも皆さんこんにちは。フィットネス芸人ののりでーす。よろしくお願いします。今日はですね、告知をさせていただきます。2月の9日筋肉の日ですね。日曜日の12時からちょうどこの姫路駅のね、この広場を使いまして、まあ、ノリパレをやることが決まりました。すごい皆さん拍手してもらってますね、今ね。ありがとうございます。2月9日ね、日曜日お昼12時からノリパレスタート。ちょっとじゃあ横に振ってもらって、こんなとこですよみたいな、こんなね、駅前にちょっと広場がありまして、でちょっと上にも振ってもらってね、あのビオレのスタバの人からも見えるし、駅からね来られる方も通過する場所です。はい、ということで、あの今までね、体育館の中っていう箱の中でしかノリパレってやったことなかったんですけども、こう箱の外に出て、でまああの誰が通るかわからない場所でいろいろやってみようと思います。はい、まあノリパレっていうのはフィットネスだけじゃなくてね、お笑いなんかもやりますし、まあ約5時間ですね、ここでなんかワイワイやってますので、ぜひ通りかかったら手振ってもらったり、声かけてもらったり、差し入れ持ってきてもらったり、参加の仕方は自由なんで来てくれたら嬉しいです。で他にも僕以外にもインストラクターのゲストも何名か来ますんで、これはまた決定次第お伝えさせていただきます。でもうね、決定してるのがスポーツクラブフィットネスのイベントでもあるんで、朝日スポーツクラブビッグエース姫路さん出展してくれます。で、レフコ姫路さん出展してくれます。ということで、あの個人だけじゃなくてね、フィットネスに関わる方たちは、こちらもお店で何店舗か出演の予定がありますので、ぜひ2月9日日曜日は姫路駅前にお立ち寄りください。なんかワイワイやってますんで、どうぞよろしくお願いします。以上、フィットネス芸人のりでした。ありがとうございました。